鹿さん、あ、待って、なんかワイパー食べ始めた、やばくない鹿さん、それちょっとそれ食べちゃダメですよ、それ食べれないやつ。じゃあ餌あげたいと思います。に乗りました。はい、ということでスタートします。餌をあげられるサファリゾーン専用の、マイカーに乗りました、乗り換えました、はい、いや楽しみいやさっきね、かわいい、トラちゃんとね、トラの赤ちゃんと触れ合ったんですっごい癒されたんですけど、今度はザ・サファリパークって感じのね、ライオンだったり、ちょっとキリンちゃんだけが雨なんでお休みらしいんですけど、はい、楽しみですね。お、来ましたよ。まずゲートの、ゲートから。じゃ、富士サファリパーク。おー、いいですね。さあ、誰が出てくるのかな？途中でね、餌あげとか、そういうゾーンで餌をあげたいと思います。はい。おー、来ましたよ。あ、これなんかテレビで見たことあるな。このゲートが開くところ、ちょっとそってみましょうか。ゲート開きました。すごいね、ちゃんとこの車だったら開きますよっていうサファリゾーンです。はい、ドアをロックして絶対に車から降りたり窓を開けないでくださいというところでね。じゃあ行きたいと思います。途中トラに食べられたとか言ったらね、大ニュースになっちゃいますからね。ちゃんと鍵のロックを見て確認して、クマゾーンです。さあどこにクマがいるのかな。あ、いたよクマ、すごい大きい、見えます、奥の方にいますね。あ、いた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 、すごい巨大クマ。いや、こうやって近くで見ると大きいですね。なんかずっとどこを見て方向を見て歩いてるのか、さっき向こう向きで歩いてたと思ったら今度はこっち向きで歩いていて、あ、こっち来た、こっち来ましたよ。あ、また向こう行っちゃう、すごいですね。クマはね、餌をあげれないみたいな、降りないように、すごいすごい、来ました来ました、クマさん。まあね、可愛い顔してクマもね、襲ってくるんでね。いやー、でもこんな距離で見れるのがすごい。あー、すごい、また歩いてるよ。おー、すごいですね、ほんとジャングルの中。あ、クマですよ、クマ。いました、いました。クマさん、なんかさっきのとちょっと色が違うんですかね。すごい、なんかさっきのより距離感的に同じ場所にいるのにより身近に感じる。胸に小石型の模様のあるのがヒマラヤクマです。大変足の速いクマで、足の裏が扁平なのに時速45キロで走れる。さっきの黒い色がヒマラヤクマ。今いるのはヒグマですね。一見おとなしそうに見えますが、ヒグマ。ヒグマの仲間は北半球に分布し、ヒグマですね。ヒグマは日本の北海道にも生息し、川を遡る鮭を取る姿が有名。5頭いますね。すごい。あ、なんか正面にもクマがいますね。あれもヒグマかな？なんかあれはでも餌を探してるように私からしたら見える。あれがヒグマですかね。ヒマラヤグマ、あ、さっきのヒマラヤグマ、あれもヒグマですね。大きいね、これも。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
こんなね、絶対降りちゃいけないか、万が一降りてったら即餌ですね、私。あ、いい餌来た。俺は今餌を探してるんじゃ。この子なのこれ。俺は群れとは戯れないんじゃ。さっきあっちに後藤いたけどな。俺は一匹狼なんじゃ。うわ、狼じゃない、熊だ。俺は今餌を探すので夢中だ。あなた、何やってるのかしら。あなた、私を置いてさっさと行くなんて、子グマもいるのに何言ってるのかしら。みんなで行きましょうよ。いや、俺は一人で行くんだ。俺は一人だ。いや、あなた待ってちょうだい。そうだよ、待ってよ。なんで先に行っちゃうんだい。いや、ちょっと待ってくれよ。先に行かないでくれよ。いや、俺は一匹狼なんだ。はい。っていうね、声がちょっと聞こえてきました。はい、どうでしょうかね。クマもね、なんか、クマさんっていうぐらいでね、かわいいですよね。かわいい。あ、またいました。ヒグマちゃんかな？じゃーん。こんにちは。いや、俺は眠いんだよ。なんだよ。人間が。お金払ってどうせ俺なんか見せ物なんだよ。このカマゾーンでは眠いんだってば。ご覧いただけます。一見おとなしそうに見えますが、眠いんだから静かにしてくれ。窓は開けないでください。もう気が済んだだろ。いや今見に来てるんですよ。いやいやいや、眠いんだって。昨日徹夜で眠れてないんだから勘弁してくれよ。よろこ、勘弁してくれってな。いやいや、せっかく見に来たからなんか芸を見たいな。いやいや、芸なんて。さっきあっちに群れてたクマにやってもらってくれよ。な？寝るから、とにかく。いいか？はい。しょうがないですね。残念。じゃあ、またね。あ、行っちゃうのか。行っちゃうってなるとちょっと寂しいな。うん。まあでも、いたら仕方ない。また会う日までだな。また来いよ。じゃあな。ちなみにやっぱりこう雨の日に来たからか、晴れの日じゃないので、すごいゆっくり見れて、逆になんか雨の日の方がいい感じがします。これね、晴れの日だとちょっと聞いた話だと、後ろからどんどん車が来ちゃって、あんまりねゆっくり見れないで、こう本当に通っていくっていう感じらしいんですよね。なんか熊の心の声までね聞こえてきちゃって、すごい。なんかこう枠みたいなのがあるからね、音の両方で閉じ込められてる感じですよね。ちょっとこういうの一瞬見る。あ、寝てるのかな、こっちは。おー、いた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 。寝てる。こっちも寝てますね。2頭いますね。おー、眠ってる眠ってる。眠ってますよ。あ、1匹起きた。なんか色違いって感じで仲良しな感じですね。ねえ、なんか顔も似てる。ねえ、おねむなのかな。いや、でもよくこの雨の中ずぶ濡れになりながら寝てられますよね。私だったら寒くてさ起きちゃいますよね。いや、やっぱ野生に生きてただけあってすごいですね。雨だろうとなんだろうとね、まあここで寝るしかないって話ですもんね。ねえ、すごいね。でも野生で生きてたけど今は飼われてるのと一緒だからね、商売道具商売道具だからさね、あれですよね。そう、今は楽してご飯は食べれるけど、まあでもその代わりね、雨風とかも関係なく屋根とかはないからね。え、かわいい。なんかカップルみたいなクマさんですね。かわいい。クマさんのゾーン、やっぱクマがいっぱいいるんだね。今のもヒマラヤグマかな。あとヒグマですね。お、こっちにもいました。ここにも大きいのが。お散歩中ですかね。こんにちは、ハロー。お散歩中。おー、大きいね、こっちはね。お、滝もあるよ。ここでクマさん体も洗えますね。お風呂あるからいいですね。後ろ姿見せてくれてますね。あ、もう1頭いたんだ。あ、2頭いる。すごい、岩かと思った。もう1頭
すごい、もう一頭いた。しかもカメラ目線くれた。こっち向いてくれね。ずっとお尻向けてたからね。え、あ、すごいすごいすごい。おー、やっぱさすがのクマも雨でずぶ濡れでね、すごいですね。仲いいですね。なんかあれは夫婦かな。さっきはカップルって感じだったけど、これは夫婦かな。ずっとお尻向けてたけど、やっとこっち向いてくれましたね。え、ありがとうカメラ目線。クマさん可愛いですね。なんか久しぶりにこんな間近で動物見た。いかにさ、あれですよね、都会で生活してるかが分かりますよね。しかもこういう山とかも久しぶりに来て、一言車降りた感想がなんて空気がいいんだろうからでしたからね。うん、お、来ました、ライオンゾーンです。はい、ライオンゾーン来ました。いよいよ野生の王様ライオン来ましたよ。あ、これはメスライオンですかね、この手前の2匹。あ、こっちにもいっぱいいた。すごいすごい、いっぱいいました。すごいよ、みんなこっち見てる。あ、ここにも可愛く1頭いました。おー、かわいい。あ、かわいい、メスちゃんですね。ここに群れてるオスちゃんとメスちゃんの4匹います。もう雨だからちょっとライオンもおとなしいんですかね。すごい、あ、かわいい。こっちはオスライオンですね。いっぱいいます。寒いんですかね、やっぱね、みんなじーっとしてますね。雨だからか動く元気がなくなっちゃった。こっちは来ました、メスライオン2匹です。来ましたよ、こんにちは、こんにちは。うわー、すごいよ、近いよ近いよ。どう、来たよ。あ、こっち向くんじゃない。でも窓開けちゃダメですね。こんにちは、ハロー。寒いのかな、雨で雨に打たれちゃってじーっとしてますね。メスライオンですね。すごい、なんかライオンキングみたい。こんにちは。すごい、こうやって見ると大きい猫ですね。ライオンキングの世界だ。すごい。もしもーし。すごい、なんか銅像みたいに動かない。あ、ちょっと動いた。こんにちは。ね、寒いですよね、ライオンはね、さすがに。すごい、こんな近くで。すごいね。前にね、ちょうどオスのライオンもいるんですよ。真正面に。すごい。こっちはオスライオンですね。たてがみが来ました。ザ・ライオンって感じですね。おー、すごい大きい。こんにちは。さっきちょうどこっち見てくれてた。あなたのさっき赤ちゃんと触れ合いましたよ。さっきの赤ちゃんはね、時間が経つとこんなに大きくなるってことですね。すごいですね。ライオンも寒すぎて、なんか、あ、もしもーし、黄昏ちゃってますね。迫力満点。なんかこんな近くにいるのが不思議ですね。ちなみにこのライオンの今通ってきた、こんなに接近するこの道は、このサファリパーク専用のこのマイカーじゃないと通れない道だそうです。普通の車で入る場合はちょっと通常の道路しか通れないそうなんですけど。あ、ライオンがこっち見た。あ、あ、カメラ向けたら向こう向いちゃった。もしもーし、あ、来た来た来た。おー、いいね、いい顔ですね。いい顔してます。あ、いい顔ですよね。え、まあ人生でね、こんなに近くで見れるのはサファリパークぐらいですよね。動物園でもなかなかこんな距離、近いって言ってもここまでの至近距離じゃないですもんね。これはサファリパークならではですね。うん、眠たいね。いやー、もう一回。眠たいね。はい、あ、木登りライオンがいるかもしれません。木
木登りライオンいましたよ。すごい。え、寝てるのかな、木登りライオン。おー、すごいよ、木登りライオン。これだ、これですね、木登りライオン。すごいとこに登ってる。あ、見た見た見た、起きた起きた起きた。やっほー、すごいね。おー、お、猫みたいに手をペロペロとしてますね。起きた起きた。猫も結構こう高いところとか木の上にいますけど、ライオンも結構木の上に登ったりするんですね。まあ猫科だからやっぱそうなんですね。ねえ、雨で濡れちゃってねえ。でもこうやって見ると可愛いって感じですよね、やっぱりね。奥にもお友達らしきライオンが。木のやつすごいな。いや、雨が強いな。なんだよもう、全部体中びしょびしょじゃねえかよ。まあ私は女だけどさ、まあライオンだからちょっとたくましくいるけど、まあ雨に濡れたところで別にびくともしないんだけど、ただ濡れたところでこう体を舐めなきゃいけないのがほんと面倒だな。参ったな、雨止んでくんないかな。あ、下界には人間の餌みたいなやつがいるな。小さいやつがなんかカメラ回してる。まずそうだなあいつら、いらねえ。うまそうな肉来ねえかな早く。次の車早く来い、うまそうな肉って言ってるんですかね。すごいライオンのね、すごいところいっぱい見えました。うん、すごいすごい、道路走っちゃってる。おお、すごいすごい、横断してった今。おお、ここがこっちもね、横断してってますね。お、道路走ってるよ、すごい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 。わ、群れになってる、すごいすごいすごい、面白い。これ走り出した。やっぱこれあれですね、動物の習性で群れになってこうみんなで走り出すんですね。不思議。こっちもやっぱ雨だ、雨降ってるから縮こまっちゃって、縮こまっちゃってますね。うん、動物園もそうですけど、サファリパークとかこういうところもライオンってやっぱすごいですよね。うん、百獣の王っていうだけありますね。ほんとね、やっぱ野生の王様って感じですなんでもいいけど、動物がみんななんかずぶ濡れになってさ、みんななんか縮こまっちゃってるか体舐めてるか CM がありましたよね。うん、お、次は何だ、タイガーゾーン来ました。トラゾーンです。ちなみに私はトラとは、縁もゆかりもあります。はい、なぜかと言いますと、日本の干支トラ年ってありますよね。私はトラ年です。はいそれも何十年に1回の豪のトラというね、あの虎同士なんです。で、私の一つ前の世代がちょうど私のひいおばあちゃんでした。そう、70歳近く違ったんですけど、やっぱ本当に70年に1回ぐらいの豪の虎っていうね、虎同士でした。なので虎とはもう血縁関係があるような感じが勝手にしてしまいます。はい来ました、虎。あ、結構楽しみですね、虎は。うん、すごいね、クマとかさ、ライオンとかトラとかも連続でもうあの動物界のね、もう四天王じゃないけどなんか来ましたね。うん、すごい。おお、こういうこの車が入れるゾーンの道がすごいさ、もうサファリパークって感じにガタガタ揺れる。すごいすごい。なんかあれみたい、ディズニーランドのさ、あれ、インディージョーンズ乗ってるみたいです。インディージョーンズって乗るとこういう感じで揺れるんですよ。うん、肝心の虎どこにいるんですかね。なんか、あ、いた、いましたよ、真正面に。なんか檻の中、檻みたいな枠のところにいます。
ましたね、トラ。いました、いました。おーおー、すごいすごい、来た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 、なんか岩の上に乗ってる。うわ、来た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 。あれですね、こんなに雨が降っててもトラはなんかちょっとライオンとかクマに比べて元気ですね。お、来たよ。うわ、いました、いました。来た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 。あ、こっち来た、来たよ。あ、行けた、ギリギリ。写真の時なんかたまたまここに来てくれましたね。すごい、でもちゃんとこう針金みたいに向こう側に行かないようになってるんですね。うん、すごいね。おお、近いね、これはね。来ました来ました。こっちにもちょっと寝てるトラがいます。あっちはちょっと雨でやっぱ疲れてる感じかな。うん、ね、でもやっぱ猫科だから可愛いですね。大きい猫って感じ。さあ誰でしょう。結構そう考えるとクマとライオンってあれ飼育してる数が多いんですね。チーターかな。チーターゾーンに来ました。チーターゾーンです。あ、動物健康のため悪天候によりチーターの展示を中止しております。なるほど、雨なのでちょっと健康維持のためチーターをお休みだそうです。あら、雨に結構弱いんですね、チーターは。ゾウゾーンです。はい、ゾウゾーン、シャレじゃないです。ゾウゾーン、エレファントゾーンですね。はい、あ、ゾウさん来ましたね。ゾウゾーンにはアジアゾウとアフリカゾウの2種類のゾウが生活しています。2種類。まず最初に登場するのがアジアゾウ、その先にアフリカゾウが登場します。ポリがあり、耳は比較的小さく四角い形です。じゃん、そうです。そしてひづめが前足。うわ、すごい、うわ、すごい、ゾウ、うわ、大きい、すごい、すごいよ、すごい、ゾウさんだ。ゾウって確かになんかこう雨とか濡れてるところでもよく水浴びとかしてるイメージがあるんで、あんまりなんかそんなに影響なさそうですね。結構意外と今見てきた動物の中で一番雨に強そう。うわ、すごい、すごい近いよ、ゾウさん。ちなみにインドとかに行くとあのゾウに乗ったりとかね、できるみたいです。お、すごい、あ、来たよ、歩いてきたよ、ゾウさん。すごいよね、あのお花でご飯食べるから。ゾウさんだよ、いっぱいいるんですね。あれだけ小ゾウかな、なんかちっちゃいから。あれは小ゾウですね。こっちは親ゾウかな。すごーい。あ、あのゾウはなんか鼻の色がちょっと違うんだ。なんかあの仙人みたいなね、ゾウですね。あれは仙人、これはなんか親ゾウって感じだと向こうに、あれは小ゾウって感じですね。ねー、すごーい。いやー、やっぱ迫力ありますね。アフリカって感じがすごい。うん、あとインドとかね、かわいい。なんかゾウさんって目がこう優しくてかわいいって感じですよね。体こそね、トラとかライオンとかより大きいけどね。かわいい、ゾウさん。あっちもすっごい大きい。あれは結構ノッカさんですね。なんか癒されますね。なんかこんなに大きい動物で癒されるのってやっぱゾウだけじゃないかな。ね、癒される。やっぱ雨で一番元気なのゾウさんですね。こんなにちょっと小雨がふぶいてるのに一番なんか虎とかでもすらじーっとしてたのにね。うん、エレファントゾーン、
さっきゾウのゾーンですって、なんかさエレファントゾーンだとなんかね言いやすいんだけど、ゾウのゾーン、ゾウのゾーン言いにくいですよね。ゾウのゾーン、一般草食ゾーンですね。続いては、おお、一般草食ゾーン。あ、カバさんもいる。すごい。カバさんがいます。すいません、あの私が今カバさん、カバさん、カバさんがいるし、すいません、カバじゃなかったみたいです。白サイ、白サイ系でサイでした。カバだと思いました。カバさんいるんでした。あれは白サイっていうみたいです。すいません、なんか見ました。はい。いや、一見カバに見えますね。でも確かに角があるからサイですね。突進されたら一撃でしたね、これはね。そう、すごい、すごい、角が大きいもん。そう、よく考えたらカバさんってプラゾウさんみたいに、多分ここじゃないですよね、エリア。水があるところに。まあでも今日は雨降ってるからね、いいのかなと思って。カバだと思っちゃった。角ありましたね。おいおい、俺はカバじゃないぞ。ふざけんなよって言って、ほら、こっちに近づいてきたよ、なんか怒ってんのかな。やばいやばいやば。来ましたよ、こっちにいきなり。すごいすごい、来た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 。私がカバと間違えたのに聞こえたのかも。来たよ、来た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 。すごいすごい。みんな怒って動き出したのかも。カバじゃねえよって感じで。じゃあね、遠目だったんでね。あの、で、雨でちょっと曇ってたんで、あの、ガラスが曇ってたんで。間違いなくカバーじゃなかったこれまずいね。あ、あそこはなんだろう、ライオンか、まあ、ライオンなわけないですよね、猛獣ゾーン。あ、双子ラクダ。あ、ラクダさんか。ラクダさんがいるそうです。あー、かわいい、ラクダさん。双子ブラクダですね。あ、確かにラクダってコブが3つあるイメージですけど、双子ブっていうぐらいだから2つコブがあるんです。ラクダさんも可愛いよね。ラマですね。ラマちゃんが来ました。可愛い。エランドは季節により生息地を変える。エランドかな。いや、ラマですね。可愛い。モダン。あ、こっち来たら可愛い。わ、こっち来たよ。嘘嘘、こっち来たよ。可愛い。嘘嘘、来た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 。こっち来たよ。あ、餌くれってきた。かわいいですね。かわいい。超かわいい。じゃあもう一個、こっち来たらあげるよ。こっち、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 こっち。ほら、賢いね。すごい、見た今の。こっち来たらあげるよって言ったら、こっち、こっち、こっち。すごい上手に食べる。かわいい。装飾だから人参とかの方がいいのかな。いっぱいあるの今見られた。足元にいっぱいあるだろうって顔してる。かわいい。しかもこっちおいで、こっちこっちって言ったの。すごいですね。どうぞ。おお、すごいすごい。なんか後ろのあのカバさんじゃない、サイがすごい欲しそうに見てる。かわいい。ラマちゃんですね。かわいい。かわいいね。ねえ、寒くないの？ねえ、ここで餌もらえる知ってるの、あなた。ねえ、ねえ。しかも足元に餌がいっぱいあるの、すごい。じーっと見てましたね。じーっと見てた。はい、じゃあこれが最後、これ最後ね。あー、どーん、おいしいですか、おいしいですか、おいしい。ね、かわいいね、おいしいね。じゃあありがとね。もう終わりって顔してる。ありがとね。あ、終わったらすぐ、終わったらすぐ、すぐ行っちゃった。窓閉めたら終わったのかって顔。前の車のところに行きました。もうないのか。かわいい。でも分かるんですね、この車に来たら餌をくれるっていうのが分かるんでしょうね。いや、かわいい。もう一瞬で
ましたからね。あれ来たよ、また。また来ましたよね。ねえ、かわいいですね。ねえ、でさ、窓閉めたら急にいなくなるんですよ。あ、もう触れないのかって顔してね。はい。もう終わったんですよ。またね。しかもこっちを入れって言ったら、こっちこっちこっちって。あれがね、最高に面白かった。もうでもあなたが一番すぐに近づいてきたからね、あなたにあげることにしましたよ。ありがとうね、ハッピーラマ。またね、ありがとう。あなたに餌を6つぐらいあげましたね。はい、あげました。 1,2,3,4,5 5つあげたかな。あのさっき餌をたくさんあげたせいか離れないんですけど、いやまだくれって顔でね、まだ見られてるんですよ。どうしましょう。でも次のエリアがあるからね。ねえ、ちょっとごめんね、いっぱいあげたんだけど。またね。まだあるだろうって顔して、さっき私のだって足元見て、あ、まだいっぱいあるねって顔ですごい見て、離れないんですけど、どうしよう。いやすごいですね、うん、びっくり。あんなになんか車が止まった瞬間にもう真正面にこっちに来て、最初スタッフさんの方の運転席側に来たんですけど、で私が餌こっち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 って言ったらわざわざ私側にちゃんと来ましたからね。あれは慣れてますね、本当に。もういや可愛かった、いい絵が撮れましたよ。もう一番今日ね、虎の赤ちゃんと同じぐらいテンションが上がりました。うん、結構テンション上がる。すごい可愛かったな。もうこっちこっちこっちが面白かった。私なんかあの多分ね、動物を飼ってたんで、なんかこう何か餌とかね、おやつあげるときになんか違う方向に行こうとして、いやこっち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 、よし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 、ムツゴロウさんじゃないですかね、よし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 じゃないですか。あ、またなんか立って待ってるよ、シマウマさんじゃない、子供のシマウマちゃんかな。ちっちゃいもんね、かわいい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。かわいい。寒いからみんなで群れてるんですね。すっごいかわいいね。え、尻尾がかわいいね。ねえ、結構あの背がちっちゃいのかな。ねえ、小さめなシマウマちゃんですね。おとなしいですね。さっきのあのエサクレラマ全然違う、なんかこう勢いが違う。うーん、そういえばさっきのエサクレラマとツーショット撮ればよかったな、あの近くに来てくれた。忘れてた、なんかもうエサをくれってまで夢中でね。やっぱこう窓を開けてこう触れ合えるのってとってもテンションが上がりますよね。うん、足元のエサ見てたのはびっくりしましたね。なんかすごいジロって見てたの。山岳装飾ゾーンに来ました。はい、なんかここはムフロンに餌やりができるそうです。はい、楽しみ。アルプスの少女ハイジみたいですね。このような場所は鹿さん、鹿と呼ばれ、多くの場合鹿さんいました。すごい、水浴びコーナーに鹿さんがいっぱい。すごいね、かわいいんです。鹿さんたくさんいます。鹿さんもやっぱ雨だからじーっとおとなしくしてますね。うん、すごい。さっきの小鹿ちゃんかな、まだ角がちっちゃかったですもんね。あ、それかこれがオスでメスはちっちゃかったんでしたよね、確かだった記憶が。メスさんがちっちゃくてオスさんの鹿が大きな角があるんですよね。じゃーん、鹿さんの群れです。みんな一斉にこっち見てる。うん、すごい、何個いるんですかね、いっぱいいる。あ、来たよ、こっちに。なんか歩いてきた。うん、鹿さん、鹿さんの群れです。オス鹿さん、メス鹿さんいっぱいいる。来た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 、大きいよ。車のワイパーと、いや鹿さんすごいかわいい。あ、待って、
なんかワイパー食べ始めた。やばくないですかさん。それちょっとそれ食べちゃダメですよ。それ食べれないやつ。あ、ブジカちゃんも来たね。ブジカちゃんも来たよ。すごい車、あの餌じゃない、餌がないと思ったら車を食べ始めましたね。まあでもこんな近くで見れてる、かわいい。注意事項をお伝えします。ドアは必ずロックしてください。このゾーンでは、でもなんかこうこのぐらい雨が降ってた方がサファリパークって感じで、なんかね、ジャングルって感じでいいですね。うん、おー、また来ました。あ、またし、あ、ムフロンだ。噂のムフロン、ムフロンです。おとなしくいますね。あ、来たよ、ちっちゃいのが。君たちは餌がもらえるのが分かってるんだね、この車に寄ってくるってことはね。おー、来た、来ましたよ。はい、じゃあムフロンちゃんに餌をあげましょうか。おー、もう一匹来たよ。はいはい、じゃあ餌あげましょう。すごい、かわいい。じゃあ餌あげたいと思います。距離とかさっきの距離感だと本当にすごいですよね。うん、可愛かったですね。確かにあれ、トラとかにこの辺やられたら一撃で終わりですよね。もうね。あー、すごい。しかもトラはね、トラとかライオンとか肉食なんでね。クマとかも可愛い顔して意外と肉食動物。いやー、楽しかった。アメリカパイソン、うん、すごいね。バーバリンスの動物が見られますので、動物ごとの説明を聞きたいときは画面上に表示される各動物のボタンを指で探してください。すごい、山の上にちょっと隔離されてる感がある。ブロンに餌あげをすることができます。餌あげをする際には画面マップにあるすごいなんか草の匂いがすごい。来ました。いやー、あのね、私ちょっと最後サファリパークに行ったのが小さい頃だったと思うのであんまりよく覚えてなかったんですけど、なんか今日改めて来てね、本当にこう猛獣系の動物とかを間近で見れたりとか、ただ猛獣もね雨には弱いんだなっていう風に思いました。おとなしく縮こまっていました。
で意外と元気だったのがねゾウさんだったりとか、あともう餌の勢いがすごかったのが車を見ただけで走ってきたラマとか、あとムフロンがもうね分かってるかのように近づいてきてね、餌あげでも可愛かったです。はい、いよいよねあのゴールの方に来ましたけど、いや本当にあのジャングルの中を体験してるような感じでとっても楽しい時間を過ごすことができました。やっぱりなんかこうジャングルって雨が降っててもこう楽しいのかなっていう風に思ったので、むしろ雨が降ってる時の方がこういう車も借りれて、この車しか入れないエリアとかもあって、より動物に近づけるんだなっていう風に思いました。なので結構雨の日にあのサファリパーク専用のマイカーを借りていくのが結構おすすめかなっていう風に思いました。はい、楽しかったです。はい、いかがだったでしょうか。今回は、富士サファリパークに来ました。この富士サファリパークで、サファリパーク専用のマイカーを、こちらの今後ろに同じのがあるんですけど、こちらを借りてサファリパークを体験してきました。たくさんの、ね、動物と触れ合えて本当にあの可愛いっていう気持ちと、おーかっこいいっていう気持ちとか、あと餌をあげられて思いのほか、ね、分かってるんだなっていう、あのたくさん可愛い動物にも会えてとっても幸せな気持ちになりました。それでは最後に、私の人生の座右の銘は、人を優しくすること、人を幸せにすること、そして富士サファリパークでたくさんの動物と触れ合って皆さんに奇跡をお配りすることです。いいなと思っていただいたらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたねー。